ダニアウベスこと、ダニエウアウベスダシウバは、ブラジルバイヤ州、ジュガゼーロ出身のサッカー選手。ブラジルブラジレーロのサンパウロ所属。ブラジル代表。ポジションはディフェンダー。過去8回、世界年間ベストイレブンに選出された。バルセロナ時代では、ジョゼップグアルディオラが築いた黄金チームの一人となり、UEFA チャンピオンズリーグや、リーガーエスパニョーラを制覇。ユベントス。 パリ・サンジェルマンでも国内リーグを制覇。ブラジル代表でのタイトルも含めれば40回の優勝を経験している。バルセロナ時代は右サイドバックを本職としてきたが、サンパウロではトップ下でプレーをする。ブラジル時代少年時代はフォワードやミッドフィールダーとしてプレーしていたが、1996年兄がプレーしていたジュアゼエロ SC の U-13 チームに加入し、 サイドバックに転向した。1997年には、ジュアゼエロ SC の監督と共に、EC バイーアの下部組織に移り、バイーアの U-17 チームでは、マルセロシャムスカからも指導を受けた。18歳で、プロ契約を果たし、2001年11月のパラナ、クルーベ戦でデビューすると、PK を獲得して、勝利に貢献した。2002年シーズンには19試合に出場し、 ブラジル全国選手権初得点も決めている。セビージャ時代南米ユース選手権の活躍が認められ、2003年1月にセビージャ FC に移籍した。すぐさま主力として活躍し、2005から06シーズンの UEFA カップでは優勝を果たして MVP を獲得した。2006から07シーズンはリーグ戦開幕前に行われた UEFA スーパーカップで、 FC バルセロナと対戦。相対するロナウジーニョの裏のスペースを激しくつく、動きを繰り返し、チームの勝利に大きく貢献した。2008年7月2日、FC バルセロナに移籍した。移籍金は2900万プラス600万ユーロとされる。この金額は、バルセロナ史上歴代3番目に高い移籍金で、この夏の移籍市場でもロビーニョに次2番目に高い。 遺跡金であり、サイドバックの選手としては、当時史上最高額の遺跡金だった。セビージャ FC を離れる際の記者会見では涙を見せ、再び戻ってくることを誓った。8月13日の UEFA チャンピオンズリーグ、予選3回戦のビスワークラックフ戦でデビューを飾り、8月31日のヌマンシア戦でリーグデビューを飾った。2008から09シーズンは、 レギュラーとして、リオネル・メッシュと共に、右サイドから攻撃を展開。自己最多となる5ゴールを挙げるなど、バルセロナのリーガ・エスパニョーラ、UEFA チャンピオンズリーグ、コパ、デルレーの三冠獲得に貢献した。ただし、UEFA チャンピオンズリーグ決勝の、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦には、累積警告により出場できなかった。 2013から14シーズンから対談した親友のエリック・アビガルに捧げるため、背番号を2番から22番に変更。2014年4月27日に行われたビジャレアル CF 対バルセロナ戦で、コーナーキックに向かうアウベスに対して、観客席からバナナが投げ込まれる人種差別行為が発生。その際アウベスは、ピッチ上に落ちたバナナを拾い上げ、 皮を剥いてそのまま口に放り込んで食べ、何事もなかったかのようにプレーに戻り、アウベスはすぐさまコーナーキックに移った。この人種差別的行為に対するアウベスの対応を受けて、ブラジル人チームメイトのネマールは試合後、息子と一緒にバナナを食べる写真をソーシャルメディア上で投稿し、リーグや国籍を超えて芝叩く間に拡散された。世界の有名サッカー選手が、 バナナを食べるポーズを次々と投稿し、国際的な反響を呼んだ。2015年6月9日、バルセロナとの2年間の契約延長で合意に至ったと、クラブ公式サイトで発表した。2014から15シーズン限りで、バルセロナとの契約満了を迎えるアウベスは、以前からクラブとの不仲により対談の噂が絶えなかった。しかし状況は一転。 2015年6月30日に契約切れが迫る中、2017年までの2年間に加え、1年の延長オプションがついた契約でバルセロナと合意している。2016年6月2日、バルセロナの公式サイトで対談することが発表された。ユベントス時代2016年6月27日、ユベントス FC と2年契約を結んだことが発表された。なお、 一年の延長オプションも付帯している。背番号は、アルトゥーロビダルが着用していた23番。同じ23番をつけている NBA の、レブロン・ジェームズに敬意を示すためという理由で選んだ。9月21日のカリアリ戦で、ユベントスでの初ゴールを記録。UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、準決勝エース、モナコ戦のファーストレグでは、 ゴンサロイグアインの2得点をアシストして、勝利に貢献し、マンオブザマッチに選ばれた。さらにセカンドレグでも、マリオ・マンジュ・キッチの得点をアシストし、自身もボレーシュートから得点を記録して2試合連続で、マンオブザマッチに選ばれ、ユベントスの UEFA チャンピオンズリーグ2016から17、決勝進出に貢献した。2017年5月17日コッパイタリア決勝。 ラツオ戦では難易度の高いボレーシュートで先制点を決め、コッパイタリア優勝に貢献した。2016から17シーズン終了後の2017年6月29日、ユベントス FC 対談が決定。パリ・サンジェルマン時代2017年7月12日、パリ・サンジェルマン FC と2019年6月30日までの2年契約を結んだことが発表された。 2019年6月23日、パリ・サンジェルマン、FC を退団することを自身の SNS アカウントで発表した。サンパウロ時代2019年8月1日、ブラジルセリエ A のサンパウロへの加入が発表された。17年ぶりの母国復帰となった。契約期間は2022年12月までとなる。 背番号は10番。サンパウロ加入後初戦では、中盤の位置でプレイし決勝点も決めた。ブラジル代表でのアウベスイシー・バイヤの U-17、チーム所属時代に U-17 ブラジル代表に選ばれた。セビージャ FC 移籍直後の2003年には、FIFA ワールドユース選手権に出場し、決勝では MF、アンドレス・イネースタや FW ・セルヒオ・ガルシアなどがいた。 スペイン代表を下して優勝した。ドゥンガ監督の下、2006年10月7日のアルクウェートとの非公式戦で、ブラジル代表デビューすると、エクアドルとの親善試合で公式戦初出場。コパアメリカ2007のメンバーにもなお連ねえ4試合に出場した。決勝のアルゼンチン戦では、代表初得点となるゴールとアシストを記録する活躍を見せ、ブラジルの連覇に貢献した。 ドゥンガ監督のもとではマイコンが起用されることが多かったが、フィファ・コンフェデレーションズカップ2009準決勝の南アフリカ戦では途中出場ながら、フリーキックで決勝ゴールを挙げるなど結果を残している。南アフリカワールドカップ後、マノ・メネーゼス新監督が就任して初となるアメリカ戦には、わずか4人のワールドカップ出場組の一人として招集され、 後半の45分間はキャプテンマークを巻いた。2014年 FIFA ワールドカップブラジル大会に出場、ジョバンコソレギュラーであったが、スタメンの座を失った。2015年6月10日にブラジルサッカー連盟は、コパアメリカ2015に出場するブラジル代表メンバーからダニーロが外れ、ダニエウ・アウベースを追加招集することを発表した。ダニーロは、 2015年6月7日に行われた国際親善試合のメキシコ代表戦に先発出場。しかし、試合中に右足首を捻挫した模様でハーフタイムに途中交代を強いられていた。なお、ブラジル代表にとっては GK ジエゴ・アウベス、DF、マルセロ、MF、ルイス・グスタボに続く4人目の離脱者となった。 怪我により 2018FIFA ワールドカップへの出場を逃した。2019年36歳でチーム最年長としてコパアメリカ2019に出場しグループ A 第3戦のペリュー戦では巧みなワンツーから抜け出しブラジルの4点目のゴールを決めた。プレスをものともしない足元の技術と攻守にわたるハードワークを見せベテランとしてチームを牽引し 自国開催のプレッシャーを跳ねのけ優勝に貢献、大会 MVP にも選出された。ブラジル代表でのアウベス国際 A マッチ115試合8得点、FIFA コンフェデレーションズカップ2013でのアウベス。ありがとうございます。